7番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能でした。お願いします。そうすれば初手で出るのがどうとか言われることはあるんですけど、なんだろうね、セーサー村のセーサーっていうのをはかどらせるためにも出ましたね。7には触れなくていいっていうところを持っておいて、まあ、占いは1目出てほしいです。その方が精査しやすいし、まあこの位置なんで、乱択を上げれるかっていうのは微妙なところではあるんですけど、発言聞いてね、怪しい位置っていうのを2周目の自分の段階で言っていきたいかなと思っていて、まあ狩人は、乱手陣に上げられない限りは出なくていいかなって思っています。その方が強いかなって思ってるんでね。って感じかなと思ってます。だからまあ、グレーに精査広めてってください。占いは出てもらった方が、自分は精査しやすいかなと思ってます。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番占い師、6番が乱白です。白のお願いします。まあ、7に関しては太鼓出てきてからっていうぐらい。はい。あとね、まあ、この位置でまあ、あと進行論ぐらいしか述べれんのやけど、基本的に、発言の言語化はしてほしいかな。どこどこの触れ方とかじゃなく、まあまあわからん。まあそれもありやけど、どっちかって言ったらこの言語に対して狼要素があるんじゃないかとかさ、そっちの方がわかりやすいから、まあぐらい。あとまあ消去法とかでもいいけどね。はい。こういう発言で村だからとか。で、納得したところは、今日釣り位置じゃないかなっていうぐらい。以上で6番9番のプレイヤーは発言してください。はいはい。7番は1周目から占い師に出てもらいたい人、精査したい人なのかね。占い審議を、はい、そこの位置なのかわからないんですけど、そこの位置の関係かわからないけど、はい。1番はなんか、まあ、様子を言ってほしいっていう人、まあ理由言ってほしい人なんでしょうね。その黒い理由とか白い理由とか何か要素が必要なんでしょうね。そういう人なんでしょうね。うん。まあ、要素がなくてもフィーリングで当たってたらまあ結果オーライなんですけど、このゲームに関しては。まあただ他人に伝えるっていうことは伝わんないよねっていう。うん、理由言わなきゃねっていう。そういうことですけども、はい。7と8は対抗出てから2周目で考えればいいんじゃないですか。はい。1番のプレイヤーは発言してください。エントリーナンバー1番、無実内容です。特に信用はない。はい。まあ、7番さんがね、霊能者カミングアウト。8番さんが占い師カミングアウトで6番しようと把握しました。まあ、直近9番さんについては、まあ、ちょっとなんかよくわかんなかった。正直な印象。なんか、話があんまり入ってこなかった。っていう感じです。ちょ、キューバーさんには申し訳ないですけど。だから別にそれが人狼要素だとか言ってるわけじゃなくて、まあ、ちょっと印象が悪いなぐらいです。はい。でも7番さんについては、まあ、一角しちゃったらちょっとだいぶその位置なんで残念だなっていう感じです。まあ、対抗が出たら精査しますって感じで。で、8番さんについてはまあ、6白ってことなんで、まあ、8、6だったら、まあ、わざわざラストポジションに相方がいる6番に囲う必要はないのかなって思っちゃうんで、まあ、8、6は現状なさそうなのかなとか、若干思っちゃったりっていうぐらいです。本当に広げた様子は。はい。2周目、頑張ります。2番のプレイヤーは発言してください。はい。はい、よろしくお願いします。1番さん良かったですね。うん、1番の印象が良かったね。まあ、ハキハキと喋っていたし、まあ、エントリーナンバー1番、無実内容。うん。その響きがいいね。うん、センスいいよ、1番さん。まあ、9番もね、言いたいことを、何言ってるんかわからんかった。シンプルに伝えが、もうちょっとなんか伝わり、明確になんか、伝えようとしてないかな、9番は。まあ、7番8番対抗出てからですね。はい、特に新要素2要素取ってないです。はい、ぐらいかな。以上。3番のプレイヤーは
発言してください。はい、お願いします。俺は別に9番さん印象悪くはなんないけどな。9番さんって基本的にまあ自称7番8番の役職に対してのさ、ね、発言を拾っての、考察しようと思ったっていう話じゃない。ただ言ってることをなぞったっていうのはまあまあ全然それはわかるんだけどもさ、言いたいことがわかんないまではなくね。っていうことは1番2番ってさ、あまりその話を聞かない人物だなっていうのは俺の中ではもう確約したんで、この1周目で、はい、まだ4番から以降はさ話聞いてないんだけども、まあ1周目みんなの発言聞いたら大体俺人狼わかるから、人外わかるから、異人外だけ絶対当ててあげるよ。人なんだろうね。その中でも2番が1番に対してさ印象が良かったってどの部分かって、逆にさ俺が聞きてんだけど2番さん。はい、以上です。2週目頑張りやす。2番って何言ったの？4番のイントネーションとかじゃない。のプレイヤーは発言してください。はい、ランダム5白、占い師をランダム5白、対抗8番の共同精査ついてないですが、まあ、8番の7番への触れ方が、まあ、7番1角した場合に何だろうな、なんかそれを知ってる想像図があったから、8番狼7番の色知ってる人かなともちょっと想像値では思ってます。まあ確定的じゃないけどね、これで8番の強靭が否定できたわけじゃないので、なんか2番さんって理由ちゃんと言ってたけど、1番のハキハキと喋ってる姿勢と名前について印象がいいなって2番さんが言ってて、で9番さんに対して何を言ってるのかが分からなかったっていう話をしてたので、なんか3番から2番1番に当ててる話を聞いてないは、なんか3番さんの方が話聞いてないんじゃないって私は思いましたくらいかな。5番のプレイヤーは発言してください、うん、正直ね、占いは分かんない。8番も逆精査でもいいから村拾っていきたいっていうのが結構よくあるし、4番さんに俺白もらってる、俺白だからそれは素直に嬉しいんだよね。ちょっと変だなと思ったのは3番さん、やっぱり。だって9番さんって、7のことを占い師って認識してんだよね。7番霊能って言ってるのに。そこをちゃんと指摘してる。だから、3番さん、把握漏れなのと思ったから、ただ、21にそれだけ強い発言が言えるかってところなんだよね。2番が一番印象いいのはハキハキ喋ってるとこだけでしょ。だから9番さんついたいの俺は。その把握村はいただけないよ。だって7番って霊能ってんだから、占い師じゃないからね。9番さん村あったらしっかりして。6番のプレイヤーは発言してください。9番は7番を占い師とは思ってないだろ。いや、その位置でって言ってるのがどうこうなんじゃないの？考察しようとしてた感じがするけど。8番、4番は分かってないですね。3番良かったなと思ってるのが、2番が9番に対して言ってること。9番って7番、8番なぞって考察しようとしてただけだから、分からないにはならないから。いや、1番さんと2番さんが9番に対して分からないにはならないんじゃないと思うか、3が評価できるなと思って、5番さんが若干気になるから、誰だね、5番か5番の色当てたらいいんじゃないと思ったぐらい。2番釣りたいけどね。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。占い殺せればいいんじゃないと思ってるんですけど、自分が印象いいのは1番、ていうか制裁力を感じたのが1番なんですよね。8が占い出た時にわざわざ最終位置の6番に白を出すかなっていう考察だけなんですけど、でも様子は落ちてる。1番色落としてるのも1番かなって一番思っていますね。2番は確かに9番に対して印象、1番に対して印象がいいって言ったけど、それって名前とかハキハキ喋ってるっていうだけだから発言精査じゃないんだよねって思ってます。だから現状どうだろうね。9番ってでもその位置で、霊能と占いが出て、その9番の発言だから、実質トップ1みたいな感じだから、2の1評価の理由が自分は納得いかなかったかなって現状思うんですけど、まあこの位置なんでランテージは組めないけど。だから92とか、に狩人がいたら出ればいいんじゃないと思ってます。で、9人以下の怪しいな。以上。8番のプレイヤーは
発言してください。急にね。まあ4から3へは通ってると思うよ。確かに俺も2番の発言はそれは聞いた。4強やったら 3番ローはまああるんかなっていうぐらい。はあ、むずいな。まあ9番、まあ6番から9番への評価は良かったんやけどね。6白持ってるんやけど。9番って7番と8番ってどっちも占い師とか言ってないんで、はい、対抗で、7番、8番は対抗出てからっていう発言で終わってるんでね。それを言ってる5番は変ではあるよ。はい。どうやろう。ただ5番が3番に取った要素、狼で、一番二番にあんな評価するんかなっていうのは、まあ、わからんでもないかなって思う。まあ、一番に関しては正直二周目一かなっていうぐらい。一番の九番の印象が悪いっていうのはまあ、ただ九番の席に座って七番、八番はやっぱり対抗で出てからの話になるからね。っていうのはわかる。まあ、持論は述べて欲しかったとか、は言って欲しかったかな、9番には。はい。ぐらい。現状7番さんが、2番、9番の欄は提唱するけど、黒いと思ったところには投票します。9番のプレイヤーは、発言してください。うん。じゃあ、まあ、橋が指摘したんで、小釣りで。今日5番の色見ます。小釣り。何を意味するか分かりますか？うん。5番は話を聞いていないので、今日は小釣りします。異論は認めない。うん。小釣りね。9番が何者か分かったでしょ？異論は認めない。5番が反論したら全員で小釣り。はい。あ、4番だけはいいわ。4番は5白持ってるから、4番は好きなところに投票してほしいです。小釣り。いや、しょうがないでしょ。言いましたよね。7と8は対抗出てから判断する。つまり、7の例、8番の占いは分かってるんで。え、何口頭で7番、占いとかって僕言ったんですか ?7 と8が占いだと思ってたら、精査しますよね。対抗出てからという言葉になりませんよね。占い例のは認識してるんで、今日は5釣りで、全員で、権限しようです。異論は認めないで、今日全員5釣り。1番のプレイヤーは、発言してください。僕も5番の、まあ、9への指摘は不当というか、ね、9が逆に人外でそんな反抗しちゃうのかなと思ったんで、確かに5番ってめちゃめちゃ怪しい発言はしてるけど、なんだろう、釣り位置では絶対ないんだよね。だから9番がそういう発言するのって僕あんま人狼にも見えないし、9強人だとしても全然4号ってあると思うから強人にも見えない。だから普通にただ、あ、騎士、あ、ごめんなさい。はい。そう、だから9番制約ないって言おうとしたら、なんか、9番が騎士だったんで、ちょっと今の発言は無駄でした。はい。で、待って、追加できた。できねえ。で、僕、6番はやっぱりね、村っぽいと思った。ただ、僕が9番の発言理解できなかったら、多分僕の実力不足なんですよ。でも、2番さんは、2周目1でしかないと僕は思っちゃいました、正直。なんとも自分への精査は思わなかった。ちょっと迷っちゃうな、2、3だったら。ってか、2番のプレイヤーは発言してください。まあ1番は2周目黒くなったね。あ、そもそも9番がカレードなんかもう分かってるよ。9番の発言中で権限使うと言ってないから1番さん、俺5番村やと思うけど、1番5番の色見えてるでしょ。で俺占いやったら4が真やと思うから。だって8番って何一つ考察落としない。2周目。まあ、深夜って8番落ち度作ってるから自分で。全然考察落としないやん。でね、6番がね、なんか2番がおかしいって言ったんやけど、どこがおかしいかな、もう一回言って。なんか聞き取りにくい、6番は。何が2番が、釣り位置は2番ですねって。思うけどね。
あ、9番ゴリラ進行しすぎやと思うよ。だって、いや、1、2、3に別に黒い要素を感じないので、5番の色を見たらっていう。話聞いてないんだから。まあ、5番話聞いてなかったにしても、それは組み取りが違うから。組み取りができてないんだから、5番の色見たら。うん、まあ、9番が権限でって言ったら、5番色見させたらええけど、ええと思うけど。ああ、いや、5番俺は無理だと思うけどね。今の1番が気になって、まあ、グレーなら、もう一つ上げるとしたら6かな。はい。ああ。6番は、もう一回言って、2番を1周目、釣り位置だと言った理由を。はい。占いやったら4番死んで見てます。以上。3番。のプレイヤーは発言してください。まあ9番さんが5番行きたいって言うんだったら5番でもいいんだけども、5番は基本的に9番に対する熱度が全然入ってたからね、うん、俺が話聞く限り7番を占い室と見てないような発言してたと思うんだけど、普通に、うん、それ俺聞いてたら、俺ちゃんと聞いてるからさ、俺ちゃんと突っ込んでるよ9番に対して。はい、今日は5番でいいと思うよ、うん、5番で黒出れば4番にしてたから。2番はさ、基本的に5番を白だと分かってるっていう発言してたよな。ああ、4噛まれても5番が悪いから4番は怒んないよ、ね。4番はいいんだよ、別に5番行かなくても。うん、2番かな。4番が5番行ってる方がおかしいから。こうもあさり2周目1番のことを切れるかっていう話。うん、9番の狩人って基本的に発言的に分かるよ。分かるんだけども、多分1番も感じたと思うんだよ。思うんだけども、それを言うか言わないかってさ、まだ出てない状態でしょ、まだ狩人が。そのまま潜伏してるんだったら、俺、5、6でさ、狩人いなかったら5、6からでも強めてもいいとかいう話をしてるかもしんない、俺も。しょうがないじゃん。5番が落ちろって言ったんだから5番つらいじゃん。5番が一気なし表現したでしょ。しょうがないじゃん、5番が。結構2番あんじゃねえかなと思う。5番が聞いてないんだから落ち度作ったんだから、片白でもつっていいじゃん。黒見たらいいじゃん。ただの5番の強靭かっていうのも。強靭かもしれないからつったらいいじゃん。4番、8番。まだ今のとこちょっと精査ついてないんだけども。うん、5番が偽軸であるんだったら4番偽だよね。なんで組み取れねえんだろうなと思ってから、5番が悪い。釣り1枚上げるとか、何か俺の9の黒要素はあったんだろうか、あの発言で。自分を占いたくないの。だから、正体釣りします。じゃあ今日は5番行きましょう。うん、5番でいいんですよ。8番もラッキーじゃん。5番をね、クロスしなくてもいいし。5番釣りします。5番をクロスするかどうかだよ。うん、認めないんで。それだけで5番が組み取りできてないんだから、しょうがないじゃん。ここに俺、霊能7と8の対抗出てからって、7と8を占い占いで対抗出てからって言うか。のプレイヤーは発言してください。まあ、知らない、俺は。5番しか釣らねえか。なんか9番、まあ、騎士がそう言ってるから飲まなきゃいけないのかなと思うけど、5番釣って4番噛まれて、7番から5番白結果出てってなった時に、どうするんかなと思ったら、護衛くれるんだったら飲みますよっていうくらいかな。本当は嫌だ。まあ、5番の色見てマックス強一だから、まあ強人は否定できないから、強人だと思って釣るっていうんだったら、まあ飲まないこともないけど。5番が悪いじゃん。私だけ、まあ全票で入れる、私だけ違うところに入れてもいいよ。話聞けてないんだから、制裁釣りするっていうのってなってる。今はね、なんかその。あと、急釣りをする理由は、7を占いだと思ったってあの発言になってんの、まあ、5番に対して、まあ、ちょっと私も強靭捨てきれないなと思ったのが、まあ、怪しいと思った位置が9番1番2番3番聞いた上で3番だったのに、釣りたい位置が9番だって、これ思考相違してるなと思ったんで、まあ、人外一定数あるかなと思ったんだよね、強靭はあるんかなって思ったんだけど、これね、偉そうにね、わけわかんない理由で釣りをしてくれたら、そんな私が決める乱白じゃないもんと思っちゃってる。で4番は好きなところでいいんですよ。どうしようかな。1、2、3、6行けばいいんじゃないですか、勝手に。1番が狼だった時に縄って届くんかなと思ってるけど、7番に6番占い当てろって言ってて、まあ、6番の言ってることが、あいしも2番とごめん一緒やけど、それって2番を吊るさなきゃいけない2番の人外要素なのって思ってるから、まあ、6番普通に変だから、6番1番でこう占いちょっと悩もうかなと思ってます。だって9番がしたん、5番がしたんでしょ、9番釣りって5番がしたことを俺が返すためだろ。分かってるみたいだけど、まあ、9番が騎士だからもうどうしようもないよね。5番がしたことなんでしょ、20周目で。うん、無能だから。いや、いいんだけど、ブーメランじゃないの。5番自体が俺の騎士を見抜けないんだから。ただ、偽は2番だから、仮を返すから、絶対に。8、6全然あるよ、かっこいい。だから4番でしょうがないじゃん。で、3番が7、8を占いだと俺が思ってたけど、3番の人狼も全然あるよ。
うん、で、俺の城、落としてくないでしょ。村、村落としたらさ、確実に弱くなるだけなのに、8番も5番行く。で、6番も5番動かしって言うから、うん、小城、完全に城だけどね。俺、例の、あ、ちゃ、強人だったら絶対出るじゃん、こう。三使用にするし、何らかの、霊能っていけない前提でも霊能使用するよ。なんでこんな、ちゃんと精査してる人間つんの？うん、だからまとまらないから2番だけ。精査してました ?9 ってどこに黒い要素があったんですか？まあ、ゴズリはないんだけどって言って9番、どこに黒い要素があったのか、どう考えても騎士じゃん、あの発言って。なのに、え、ゴズリなのっていうふうな、5は釣ろうとしてないんだよ、1番って。だ2番言う通り1番村っぽいから5番が権限使ったんでしょ、片城権限使って9番を不当に、うん、だから制裁でします。理由はじゃあ俺の城見て、だから自分自体がやったんでしょ。プレイヤーは発言してください。自分がやったんでしょ。いや同じことをしたんでしょ。不当不当でした、申し訳ありませんはないの、この人。自分がやったこと不当でした、申し訳ありませんは言えないの、この人。8番6番あるんじゃないかって言ったけど、もずりします。もう2番が狼臭いけどね。だってさ、5番がしたこととさ同じことじゃない。不当不当じゃない、こっちからすれば。話も聞かずに、組み取りもしないで、5番さんは強人っぽい、わけわかんない理由で急釣り押されたから5番釣ります。いや、5番が村でも落ち度を作った発言したから、6の方が人外でも正しかったから、組み取りでそうは言ってないって取るのが。岩沢が9番で当てる指定でさ、なんだっけ、8番、7番は対抗出てから考えると、2番と9番って一緒じゃん、考えてることと。で、1番さんのパッションか何なのか知らんけど、フィーリング精査して、人外って、濃度高いの2番だと思ってるんだけど、3番さんは分からん。いや、たとえ負けても5番が2番な6のような組み取りができてないので、5自体が不当不当のことをやったから、ここは制裁入れます。必ず感情は入れない。以上、投票を始めてください。5番釣ります。感情は入れない。あ、5番自体がしたことを、ね、5番が僕にしたことは不当不当じゃないの？僕が怒ってゴズリ押されても文句言えない内容だよ。5番は白かった？不当不当で、不当な黒塗りされて急釣り押されたけど。5番、5番を釣ります。のプレイヤーが選ばれました。セーサーは入れません。必ず5番の色を見ます。5番のプレイヤーは、ね、がしたことは同じ。そうじゃないの？ランダム城のね、9人ペアって、初日に人狼を釣ればね、ほぼ勝ちなんだよ。なのに9番が変な発言して、5番が兵止めてたから、変な発言してません。9番に。夜が来ました。7と8、目を閉じてください。僕は。カリウドは目を開け、僕は言いました。カリウドは守る相手を選んでください。5番が何文句言える立場じゃないでしょ。7と8の対抗出てからという言葉で7と8を、7を占い師で見てるんですか？7を占い師で見る、占い霊能どちらかの、7と8のあれは分かんないけど、占いか霊能一人一人出てるって発言だよね。7と8が占い占いって発言なの？俺 7の占いとか言ったの？ 7、0、8、7は、8はって言って、対抗出てから考えればいいと言ったはずだから、そこを聞き逃して、急に不当な黒塗りをしたので、ごずりします。こういうふうに、生きてる人は必ず制裁ずりします。騎士が出されたら、一番黒かったのは5番じゃん。話確実に聞いてないじゃん。6の人が人外でも正しいよ。こんなことは言ってないんだわ。だから5番さんなら必ず5番折りしかしないから。あ、4番噛まれても知りません。昨夜死んだのは5番の色を見ます。必ず9番、5番がそれじゃあ次のステージに連れていけないんで。1番のプレイヤーは発言してください。あー、ちょっと待ってね。絶対4番折れるなと思った。もったいね。
絶対2番釣りだったけど、ちょっと俺絶対に黒だと思う、俺。絶対に黒だと思う。だから俺3番村っぽいと思った。そこに2に視点向けてくれるのが。まあ、俺が自分の村が分かってるからさ。まあ、それが3番がさ、西郎さ、2番を怪しんでくれたのが、まあ、白く見えちゃったのかもしれないけどね。三が狼で。けどやっぱり俺2番が、ちょっと俺怪しいと思っちゃったな、けど2周目。次のステージには連れていけないんで、5番は。うん。はい。だってさ、不当だから、9の黒塗りがめちゃくちゃ不当だよ。ちょっと28のライン切りとかなのかな。めちゃくちゃ不当だぜ、むちゃくちゃ。むちゃくちゃ不当。はい。あ、いや、まだわかんない。ちなみにちょっとコインがまじ追加できないからさ。だから6番さんがやっぱ俺言いたいこと言ってくれたんだよな、昨日2周目。だからもう2、3で迷うわ。はい、ってなんで。2番のプレイヤーは発言してください。4-1 かな。だから1番はもう色見えてるでしょ。1番、5番釣りますで、2、3どっちかなって言ってる視点ってもう1番5の黒追ってないから、俺昨日それ言ってるんやけど。いやー、まあまあ俺釣りでいいよ今日じゃあ。もう俺ちょっと用事やしもう落ちるわ。ああ、もうやっとられん。9番の、もう5番なんかどう考えても村でしょ。まあおかしかったけど発言は。村だけど発言してたゲームだから5釣りします。こういうふうに舐めてるやつは釣ります。殴られたら殴り返してるだけよ、9番は。いや、はい、正しいから。5番釣ってる不当な理由だから、これは5番釣ります。必ず5番釣ります。白からは黒からは5番は釣ります。村拾えないからもうやる気ないです。はい、俺、落ちるわ。3番のプレイヤーは発言してください。落ちるわ。落ちるわ。やる気ないです。まあ、一番俺の方がムカつくよ。騎士で俺の発言って火がねえのに俺を釣るっていう。俺が黒いなんて抜かしてるやつのせいで俺が騎士炙り出されたから責任取ってもらう。で、2番がこれ落ちた。俺の騎士を出したやつは片白でも釣りを入れる。当然、俺は必ず騎士権限使ってでも5番釣る。発言が一番黒かったのは5番だから。4番ってまだ2番に黒なんか出してね。5番黒かったでしょ。4番は1白でしょ。8は2白でしょ。たとえ村でもそういう舐めてる精査したやつはするっていうメッセージ伝えなきゃいけない。4番と8番の殴り返し？殴り返しじゃねえじゃん。発言聞いてねえじゃん、確実に。そんなに落ちかねえかな、2番。で、不当不当の釣り理由で俺釣ってんじゃん。これワンチャン2番強人あんの？マジで驚くよ、これ。8番さんさ、あなたがどっちかわかんない。もういい。2番で、まあいいや。5番が悪いじゃん。5番の発言聞いて、俺からして正当性があったら別に文句ないけど、正当性ゼロだよ。発言してください。ところに決まってんじゃん。はい。なんか8番が2番に白打ってるっていうこと、8番狼の時に相方6番狼がなかなか見えにくいなって思います。なんかそれはまあ私が6番1番で占い先に迷いますって昨日発言を通してて、でも私護衛入って6番黒結果打たれた時に8番6番だったらもう強人もあるからってんのよ。2番に白打とうがっていうのと、あと6番視点で、まあ、2番が怪しいって思ってる中で8番6番で2番に白打ちっていうのをしないっていう構図から、なんか6番8番ないと思って6番が単品白で8番狼の時ね、これは強人だったらと思っちゃうけど、ただな私ね、なんか2番の9番に対して同じことを思ってるのに何を言ってるのか分かりませんでしたがイコール2番の人外要素とは私は思わない派なので、ね、これはなんか人狼感についてなんだけど、私は思わない、それが人外要素じゃなくないって思ってるから、なんか6番が2番に対して様が私は変に映ってたため、なんか2周目に1番が6番だけ単品村だと思うんだよね、この考察がめちゃくちゃ変だなと思ったんで6番1番で占い迷って1番に占い当てました。なんで5番の強人追わないんだよ、うん、なんかまあプラス私は2番のことちょっと評価して村じゃないだろう、反省もしないで2番の自分の言ったことを視点晴らすためにも1番に色結果つけるかと思って、自分が言った落ち度を認めずに9番に不当な黒塗りして俺が5番釣りをして誰が文句言う、文句言われる覚えないんだろ、発言してください。うん、これはもうこの頃こういうふうにちゃんとやらないやつは釣るからね。
コンドーム番がね、2番、8番を追ってるときにね、8番の2白かと思ってますよ。7番さんが決めたらいいかなと思うけど、9番さんが俺ら進行したんでね。まあ、いや、いいだろ、別に。だろうとは思ってるんだけど。調子乗ってると思ってたよ、あれは。2番って5番の色付けするように言ってたけどね。5番村だって言ってたけど、5番の発言。5番の強靭だってあるじゃん、別に。変でした。強靭残しない2番、8番からって6番ちょっと思っちゃったけど。5番強靭だってあるから、別にあの発言では。話も聞くけど。決め打ちだと思ってますけどね。5番が村だったら世界戦も考えないかんから。7番さんどうしますかね。7番のプレイヤーは発言してください。占い行くっていう6番さんはいいんじゃないかなと思って、だって2番って切れてるわけだから、別に占いどっちか行く盤面じゃないって2周目思ってはね、これがどうっていうのは分かんないですけど、どっかで占いって決め打たなきゃいけない盤面で、ただ昨日の2番って6番さん昨日なのかな、気にならなかったのかなって6番にも違和感なんだけど、グレーで気になるのは6番って、そもそも6番ってグレーじゃないじゃないですか。うん、片白の人物だから2番がグレーで6番って言ったのがすごい気になっているんだけど、うん、って感じかな。だからすごい2番に違和感がありました。ただ2番の一番指摘は先週よくて、カリウドって1番分かってるんじゃねっていう発言は自分も1番の発言から感じていたから、だからごつりはないと思ったら2番に行ってる1番の印象はいいんだけどね、分かんないです。占いから行ったいと思いますよ。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、ちなみに生番さんに言っとくと2番は放棄してますね。はい、明確にゴズリはアウトだから、ね。どうやろ。ゴズリは当然だよ。5番釣られていいと思うよ。そもそも4番って5番を差し出そうとしてる。絶対自分の白先は差し出したらダメなの、ね。はい。それがまあ、5番ってそこを4、8比較したときに8番が真とか、偽とか。5番の強靭もあるよ。終わってるやん。黒塗りが不当だから。はい、しかも今日、白結果、5番が村の時に、4番って悠長に。人狼プレイヤーとして5番が落ちと作ったんだから。ぐだぐだ。うん。俺には引きがないんで。3番か6番か。6これは文句言われる覚えはない。最終着地地点って4番ってさ、1白持って6番、8番が繋がらない。最終着地が3って言ってるよ。で、3番が、どうやろう。どう見るかよね。はい。5番強靭で落ちてなければ、2番釣った時に、PP で負けるんですけど、俺2白結構持ってるんで。あ、25がムラムラだったら、はい、25に落ち度があったんだから、それでいいんじゃない？なので今日は絶対4番行ってください。占い審議負けたらしょうがないんだよ。5番がノイズだったんだ。5番強靭だもん、終えるよ。発言は白くない。俺視点はね。じゃなかったら5番が暴言も吐いてるぐらいだから、人間として自分が正しいのを思ってるから9番の白要素を拾う努力を怠ったんだ。接続儀礼とかせんやろ。俺を釣り地上げて俺が騎士あぶり出されたら、そいつをその責任取ってもらうのかな。は思う。わざわざ発言責任取ってもらうよね。当然。はい。今日は絶対だから俺が普通の時には狼じゃないから、一番普通の発言してるのに釣りをしたらもうセンスがねえから、そこは制裁釣りする。投票を始めてください。この発言が白くはないんだ、別に。9を白いと置けとはなくて。7と8の対抗でからって言葉が言ってんのに、7が占いと言ったとか言ってないとかわけわかんない、俺ってからもうごずり。黒塗りが不当すぎて、文脈を聞けば7と8を占い例のだと思ってんだから。人が精査したのに7と8を、しっかりと。3、8、4番のプレイヤーは発言してください。8か 41? はい。3番さん、やっぱりなんか2番8番っていうよりだと3番8番の方が見えやすいと思うけどね。あー、でも6番はない。うん。2番と票放棄してる。うん。なんか7番さんを説得するゲームになっちゃったね。なんか、もう全部落としてるからな。何が、それで私に投票入れてきてるのかがわからないんだよね。
私の相方像がどこに見えるのかっていうのと、あと、あの8番さんって熱動してるじゃないですか。私、昨日5番釣り嫌だって言ってますよね。ただ、5番の強靭は否定できないって言ってることが、あの3番を最初にね、あの1周目、9番、1番、2番、3番の中で、3番が人外っぽいっていう発言を落としながら、釣り位置が9番なんだって言ってる論は通らないから、だからそこは否定できない、そこで怪しまれたんだったら否定はできないんだけど、私はマックス教一だって知ってるから嫌だって言ってるのに差し出してるっていう風に今日変わってましたよね。なんかまあ話聞いてほしいなって思ってますかね。そんなことは一言も言ってなくってぐらいかな。なんかこれはもうなんか6番と人狼感違うけど、私は2番の9番に当てる精査を分からないって言ったところで、それが2番の人外要素に直接。8番のプレイヤーは発言してください。で、最終着地点4番ってあの3番、8番狼狼でしかないんやろ。それをなんで言えんのっていう話。はい。まあ初週の印象は、あの4から3円は真っ当やったけど、まあ3番よね。ってなると、あの、消去法で俺視点って4番1番にしか見えんのやけど。で、あの、4番ってさ、結局あの、5番差し出してもいいけど、4番越えしてくれっていう主張やってん、最終着地は。いや、それやったら絶対5番釣りはないよって言い切らないと。はい。そんくらいかな。まあ、6番が強靭やったらもう無理。はい。この段階でね。2番、5番が、あれやったらね。普通村やったら。別に、2号の、2号の強靭がいるかもしれないんだから、諦めないで頑張ればいいじゃん。うん。5番の発言はもう心のおごり高ぶってるプレイヤーだから、こういうのは必ず制裁するから。俺の騎士炙り出した瞬間許さないから。生産ができてないから。狼要素ないじゃん、9は。少なくてもないはずだぜ。スリーチ言えるか ?2 周目聞きますとかのレベルだろ。スリーチは多分ないよ。2周目聞きますとかのレベルよ。夜が来ました。2周目を聞きますとかのレベルだから。うん。これは5番が村なら5番が悪いっていう。あと2番も嵐だったっていうことだから。5番は明確に9番への不当な黒塗りがあったんで。7と8の話を聞けば誰もがみんな5番がわけわかんない7を占いだと思った。で、8なんだと思ってんの ?7、霊の8、占いの手で話してると思うけど、言ってはいないかもしんないけど。で、あの発言で9番の人の黒要素何？もう俺ほんと怒りを覚える。9の人2周目じゃねえか。リッチに上がるか、まず。9の人の2周目の余地はないの。うん、なら5番はずるよ。強人とみなして。強人でも人狼でもいいじゃん。別にどっちでもいいじゃん。だから、ちゃんとやらない奴らは許さないからね。俺を騎士を炙り出した瞬間、俺はもう不当な奴をする。発言してたゲームだからね。9番、だって俺が何か問題あった？俺に釣りをされて文句言えないでしょ。全部こ言語化できるよ、俺は全部。言語化したぞ。朝が来ました。俺も反省しねえからな、本当によ。釣られて当たり前の発言してんだから、しょうがねえじゃん。昨夜死んだのは。俺は何も謝る必要もないし。8番のプレイヤーは発言してください。ああ、負けっすね。はい。1番のプレイヤーは発言してください。負けた？ 8 番の占い先は1位しろ。釣る方が良かったが、クソ、ミスったぜ。はい。まあ、もう、6強靭だからもうおとなしく。いや、待てよ。これ2番狼だったら勝ちあるのか。あ、いや、それもうあれか。2狼ないのか。3狼だから。もう、おとなしく、じゃあ、もう、レズリーでいきましょう。負けたねっていう。一番投票で、お願いします。はい。4-3ローローか、一番投票で。8-3ローローか知らないけど。あれなんで、時間の無駄なんで。あ、ちなみに、ちょっと、4番さんに1個、あの、お願いがあって、今日の発言のさ、最初の。3番がローなんでしょ ?4 番言ってんでしょ、だから3がじローローじゃん。はい。だから、霊能がなんで4言ってんだろうなっていう。まあ、しょうがないんじゃない ?2 番のプレイヤーは、発言してください。3番
のプレイヤーは発言してください。5番は黒かったからしょうがないじゃない。ごめんね、遅延させて。1番いくね。4番のプレイヤーは発言してください。忍法。これでいいですか？はい、もうなちょっと悔しいですね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。俺4の芯を追ってないからね。5番は発言変だから色見てみるってだけだよ。5番が白でもこういうやつ釣らなきゃ俺気が済まないから、もうちゃんとできてないやつを釣るから、そうな黒要素で急釣りをして、それで偉そうに生きってね、ずっと暴言吐くからだよ。この5番って言語化してみろ、自分の発言を。自分が騎士じゃなかったら何、俺釣られる嵐でしかないから。34なんだね、すごいね。3番がライン切ってたんだね。投票を始めてください。パッと見は83には投票コードは見えるけど、34なの？この辺はまあ。てかもう遅延だからさ、もうクイズ問題いらねえからさ、6行人でしょ？スムラの語りなしでしょ？ 1 番のプレイヤーが選ばれました。スムラの語りなしなんだから。じゃあ4三ローローなんだ。1番本当に釣り位さ、俺じゃないだろ。なんで9釣ってんだよ。村が弱いとか、もう情けない、いい年した大人が。村が弱いじゃないの。5番が9番を押したことが問題点なの。9の人の黒要素がないのに、2周目の余地も与えない釣り方してるやつは、釣るっていう5番。僕、まあ、言いたくないですけど、まだ働いてないです。これはニートって意味じゃなくて、学生なんで。はい。いいよ。多分僕が一番若いと思う。2周目の余地を与えないから5番は釣ります。必ず。テーザに2セットよりもね、4番さんがこれうまかったってことです。はい、夜が来ました。もう2番をなんで占ってんの。5番釣りたくねって言ってる時点で、ね、占いは必要がねえだろまずよ。で5番に行ってるやつの3番とか占ってみたらよかったのに、キング占いが 8番を主張するんだったらね、俺は不思議だよね。さ、5番に行かなかった占いところは、占う必要はなくね、放棄とかさ、放棄とかを占ってんだぜ。死んだったら、8が死んだったら。投票行動は83に見えるけど、こんなチャット打ってまで狼なの？投票行動は、とんでもなく、34ローローだとしたら、まあ、知らないけどね。まあ俺は別に今日は5番が悪い。5番タイプはね、反省しろっていう。考察もろくにできないでね。9の人は2周目の余地がないの。ってか、そもそも黒要素があんの、あの発言で。発言制作ゲームで9番の人って黒要素ないじゃん。多分分からないとかが正解だと思うよ。2周目聞いてたよ、9の人は。2周目の余地も与えず9番釣ります。うん。危険源で5釣りだよ。当然。黒要素がないでしょ、9番の。昨夜死んだの。でも不当不当の黒塗り。8番。8が悪い。2番が接続切れたのに占ってる。ゲーム終了。人狼の勝ちです。しょうがないんじゃない？